今日はカルボナーラ。まだ食べたことないんですよ、娘が。ナポリちゃんばっかりで。まあ、カルボナーラって結構いろいろアプローチの仕方があると思うんですけど、今回はすごくシンプルで、はい、チーズとあと卵黄と卵ですね、ごめんなさい。え、チーズと卵だけでいけるんですか？生クリーム使わなくてもああいうこってり感が出せるんだ。はい、あ、すごい。それは教わりたいですよね。ヘルシー志向もありつつのカルボナーラ、ぜひ教わりたいです。よろしくお願いします。卵を割りますはい、そこにチーズをすりおろします。チーズ、これですよね。はい、今回パルミジャーノを使ってるんですけど、はい、もしこういった固形物がない方は粉チーズでもいいです。これはそのクリームを使わない方針だから結構多めに、はいはい、ちょっとダマになっ てもいいですか？あ、大丈夫です。はい、そしたらこれを混ぜましょう。混ぜる、はい、はい。これはどんくらい混ぜます？結構しっかりめに混ぜておいてください。しっかりめに、はい、ここで少し空気入れて、はい、卵がふわっとすると美味しいです。あ、そろそろ、はい、いいです。じゃあベーコン切ります。はい、ベーコン切ります。はい、だいたい8ミリ角の棒状にします。これ僕結構厚切りが好きなんですよ、はい、あ、いいですよ、パスタにも。厚くてもいいですか？はい、これ厚くしたいな。OK、これはどんくらい？中火で、はい、はい、じゃあちょっと沸いてきましたね。はい、じゃあ塩、これ結構多く見えるんですけど。そうなんですよ、水の量に対して 1% の塩入れます。 1% なんだ。はい、これ全部入れちゃうと。入れちゃいます。おお、で一旦混ぜましょうか。はい、パスタを入れます。よし、これね、前教わったやつちょっと入れますね、はい。パーってなるんですよね、本当は。なってるはずでした。くそー、できんかった、また。じゃあその間にベーコン炒めましょうか。お、ベーコン炒めますか。はい、まず火にかける前に、オリーブオイルとベーコンその中に入れます。オリーブオイルとベーコン入れちゃうんですか。そう、入れちゃいます。はい。中から弱火。このぐらいにして、はい、ゆっくり炒めていきます。それでゆっくり炒めることで、はい、ベーコンの旨味と油を出します。じゃあ、たまにパスタも混ぜましょう。そのままでいいです。このまま、このまま使っちゃっていいですか？いいです。お、熱っ。じゃあ弱火にしましょうか。もうちょっと、多分この水が入っちゃって跳ねちゃうんだな。多分箸あった方がいいですよね。ありがとうございます。どうでしょう、油出てきました。かなりいい感じです。じゃあここで一回火を止めます。はい、止めました。はい、どうですかね。はい、それ見たら、その後で煮汁を入れる。そうです、そこ、その茹で汁を大さじ2入れてください。茹で汁を大さじ2、はい、これね、ソースになるので。へえ、あと4秒。はい、そしたらフライパンの火をつけましょう。はい、はい、中火、中からちょっと気持ち火を弱めといてください。はい、はい、じゃあ、パスタの方の鍋の火を消します。はい、でパスタトングで引き上げてフライパンに入れます。はい、少し持ち上げて水気を切りながら入れてください。うわー、怖いな。大丈夫です。はい、そしたらその中で炒めます。炒める。パスタに味、油が回るようにしてください。はい、なんか
スピード勝負の予感。そうです。そしたらじゃあフライパンの火を止めます。はい、さっきあのチーズと卵を混ぜてたもの、はい、これ、はい、これを余熱で和えていきます。はい、もう全部入れちゃっていいですか。入れちゃいます。固まりそうだったらフライパンを持ち上げて、はい、もうそのぐらいで大丈夫です。はい、もうそれでできました。もうできた。はい、